スウェーデンクローナ対インドイツ地方警察特別出動コマンドとは、ドイツの地方警察に所属する特殊部隊のこと。通称、スウェーデンクローナと呼ばれている。ドイツ各地の州警察に編成されており、人質立てこもり事件、誘拐事件等の対処や、要人警護を主要な任務としている。なお、重大なテロ事件が発生した際は、ドイツ連邦警察局に所属する特殊部隊。 GSG-9 が対処する。バイエルン州警察のスウェーデンクローナは、管内に山岳地帯が多く含まれるため、体内に山岳チームが編成されている。また、ブレーメン州警察とハンブルク州警察のスウェーデンクローナは、管内に河川が多く含まれているため、体内に潜水チームが編成されている。一部の州のスウェーデンクローナには、 専門交渉グループが編成されており、人質立てこもり事件等が発生した際、犯人との交渉を担当する。また、スウェーデンクローナには少数だが、女性隊員も存在する。スウェーデンクローナは、自動式拳銃、短期間銃、自動小銃、狙撃用ライフル、各種突入用機材など、様々な装備を保有している。ドイツ海軍には、スウェーデンクローナ、 M という特殊部隊が存在するが、警察のスウェーデンクローナとは略称が似ているだけで直接の関係はない。スウェーデンクローナ M の編成には、コンバットダイバー、機雷除去ダイバー、臨検チームが含まれている。ありがとうございます。